久保さん。まあ確かにね、海外移住本格的になるってたら、まあいろいろと大変でしょうね。まあ大変なんですけど、なんですかね。あの、なんかああいうのもあるんですよ。ああいう生き方。どういう生き方だっけな。その、何すかね。ん、何年かで、その、国をまた、国をまたいでこう、旅しながらこう生きていくっていう生き方が、何ていう生き方かな。トラベラー。 海外、海外ここ、回る、税金、無税。なんだっけな,な、なんか言葉があるんですよね、キーワードが。うん。だからまあ、そこにずっと死ぬまでその国に生きるんじゃなくて、まあ、転々とするってことですね。うん。まあ、そういう生き方もあります。いろんな生き方があります。 でも結局日本が一番まあ良かったんだなとは思うかもしれないですよね。でもそれはなんだ多分多分ですよ。あの世界何百カ国あるわけじゃないですか。で僕,た僕はその世界何百カ国に体験してないんですよね。だから確かに日本は多分いいんですよ。だけど体験してないんですよね。体験してみていろんな国を体験してみて本当に あのあ日本よりいいな住みやすいなっていう国があるかもしれないですよねうんだからまあそれはまあ体験だ食わず嫌いというか食わず嫌いではないかなでも,食わな,いでも食わなきゃ分かんないってことですねうんまあ僕もねあのこの億万長者シリーズで何度も言いますけど億万長者合宿湯、えールでやる時にですねお客さんに 億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよ、みたいな。本当に億万長者になれるんですかだったら行きますよ、みたいなね。<laughs> だから、本当にやれば稼げるんですかっていうね。まあ、それは億万長者合宿に行けば稼げるんですかみたいなね。いただきましたけど、それ以外の言葉としても、いっぱいいただいてます。これからもいただくでしょうね。こんな初心者でも稼げますかっていう質問はあいっぱいいただくでしょうね。うん。 前その久保さんが山本太郎さん経由でセルフバッグかなんか教えて稼げましたっていうのがあるんですけどそれも知らないやってないってことだったら稼げないだろうし知ったとしてもやらなければ稼げないだろうし <laughs> うんだからなんだろうな日本は確かにいいですけどもっといい国があるかもしれないそれは体験してみないと分かんないってことですね 僕のこれは見解ですけどねうんだからそれがそれが選択できる、うん、ですよねうん今ネットがつながってるんででネットがつながってない国もあるかもしれないしまああるでしょうしうんでも大都市行ったらネットがつながってないってことはないでしょうね例えば分かりやすく言うとニューヨークでネットがつながらないことはないだろうしニューヨークだったら東京と一緒で w i f i すげえ飛んでるだろうし <laughs> うんまあ、もちろんねなんかその南米とか、うん、ジャングル行ったらネットはないかもし,なないかもしれないしでもジャングルで住んだらジャングルで住んだなりのあネットがない方が面白いんだなっていうねなるかもしれないですねでも仕事はちょっとできないけど <laughs> 自給自足ですよね、うん、まあ選択してみないと分かんないことがたくさんあるしうん まあ一個に固執しないっていうのがもう一つの考え方かなと思いますねうん日本に日本が全てなのかっていうそれは行ってみないと分かんない体験してみないと分かんないじゃないかなって思いますねうんそうまあ基本的になんか僕旅するのは好きですからねうんでも年取ったらどうなんのっていうところもありますしね 今は動けるけれども、年取って身動きができなくなったときにどうすんのっていう話もあるし、うん、まあいろんな考え方がありますね。っってらっしゃい